はい、戻ってきました。あ、そっか、注意事項言わないといけない。はい。こちらは一つの再生リストを楽しんでもらうコンテンツとなっております。はい。もし万が一この動画を単体で開いてしまったよという、方がいましたら、説明欄にある URL より再生リスト丸々1本分楽しんでください。よりよと、はい、はい、戻ってきました。聞いていただきました。いいですね。いいですね。和むよね、うん、あの感じのゆっくりさは、うん、今の曲結構さ早いのあるじゃない、うん、そう、なんかさ最近の J-POP とかってそうそう何言ってるかわからない。早いって、うん、そうそう、何言ってるかわかんないし、あの、まあ、悪口にもなるんだけど悪口にもなるんだけどね、あの元気の押し売りがうざい、うん、確かにそれはある。ホーロックじゃなく J-POP、 J-POP もそうだし、もうそんな元気いいよ、ね、出しそういう、いや、わかるよ、わかる、すごくわかる、それは思っちゃう。それで最近の曲なんか何言ってるかわからないし、本当にそう聴いてる人はなんか歌詞に感銘を受けてるのかっていう、ただ元気な曲を聴いて元気になってる。そうそう、歌詞は聴いてないんじゃない、わからんけど、うん、そういうことでしょ。あるよ、割と、あの前回のラジオは、うん、その俺を紹介していこうみたいな感じでずっと進めてて、うんうん、じゃあ自分のことを、 それで音楽についても話してたんだけど、うん、その歌詞聞いてもうなんかそういうのに浸りたい時、あ、歌詞なんてどうでもいいと、もう詞として、ね、うん、理解したい時と、そう、もう音だけでもうノリだけでみたいな、なんか分けない、まあ、使い分けあるよね、うん、そっちなんじゃない、分かんないけど、そっちか、まあ、勢いあるから、まあ楽しいっちゃ楽しいけどね。確かにね。何言ってんのってもあるし、歌詞だけ見た時に何が言いたいのみたいなのも多いじゃない、最近は。ある。多いじゃないですか。多いです。そういう J-POP はやっぱりね。そのさ、感性はさ、多分我々が好きな、まあ確かに似てるからね。うん、あれじゃない？ビートルズとかでさ、うん、レッド・イット・ビーとかさ。ビートルズね。ね。ビートルズはね、偉大な、偉大なアーティストですよ。パイオニア、パイオニア、そう、パイオニア、ビートルズ語り出しちゃったら止まらないよね。そうだね、俺らは。なんだっけ、でもあれでしょ、ミュージックビデオのパイオニアなんじゃないの。そうですよ、そうですよ、最初にね、MV 作ったのはビートルズ、世界が初。めんどくさいから、映画なんだよね、あれね。え、めんどくさいからじゃないの。そう、ライブをするのがめんどくさいから、うん、MV 流してる考えなんなんか、みんな聞いてくんねえし。そう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 、うるさい、うるさいじゃね、みんな。ライブやってもキャーキャー言って、結局聞いてないんだったらやる意味ねえじゃんってなって、ラビアなかった、もう MV で MV 作って流しちゃえっていうのがビートルズ、うん、すごい。あとあれなんですよ、でもスタジアム、野外スタジアムでライブをやったのもビートルズ。そうだ、初めてだ。そうだね、そうだ、野球場とかさ、今やもう当たり前じゃないですか、うん、あれはビートルズが世界初。そこからだよね、もうお客さんが入りきらないから一番でっかいところやれよ、野球場やっちゃおうっつって。へえ、だってもう今から50年ぐらい前ですよ。でも、あの、大体ビートルズとかのさ、あのライブとかだとこう真ん中にビートルズいてさ、人がこうやって手で一生懸命こう円卓みたいなの回してさやってるみたいな映像なかったっけ。あるよね。あったよね、マジで。うん、あの全員にちゃんと見えるようにこう人がこう、うん、ビートルズが乗ってる台をこうすごい動くようになってるから、ターンテーブルっていう、ターンテーブル、すごいね、人力、うん、その人たちが日本に来てたっていうのもすごいことですよ。あー、なんかあるよね、有名な映像、画像、日本武道館で、うん、あの JAL の発表を着て、そう、飛行機から降りてくるあのシーン、あれはなんか JAL のなんか偉い人が来てよっつって来たらしいよ、ビートルズらしいよ、なんか、うん、来てくれたんだね、そう来てよっつってそう日本はなんかもう分刻みだったらしいね、そのスケジュールが、ビートルズの何分には部屋を出て何分にエレベーターに乗ってとかっていうのがもう嫌すぎて、ポールがジョンか忘れたけど、なんか目を盗んで街を遊びに行った。ジョンだね、ジョンか、あのタクシーの運転手だかなんか、リムジンの運転手かなんかに頼んで連れ出してくるみたいな、うん、それ日本側がってこと。日本のその何、ビートルズのライブを運営する。あ、そ、分刻みだったの、そんなにらしいよ。へえ。で、日本は、でもすごいお客さんもおとなしかったし、日本だけは。みんなどこ行ってもギャーギャーの日本人はおとなしく聞いてた。感動しただろうな。まあまあ、よかったじゃん。うん、日本の印象が下がらなくて。その後はポールはもう日本に荒稼ぎに来てるから。
もうね、最近これが最後だ、最後だって言ってもどんどん来てるから、ね、この前も来てたでしょ、いわゆる閉店詐欺みたいな感じで閉店セールってまだやってるみたいなね。そう僕も高校生の時に一回東京ドームに行って、うん、これが最後だと思って行ったら全然また来年もやってるみたいな。なんか今まで全然ポールが来てたイメージないけど、なんか最近になって ね、なんか2年に1回はこいつ来てるみたいな、ね、オリンピックかっていうね、うん、感じですよね。2年に1回冬季か人冬季かどっちも合わせちゃって一人オリンピックやってる。彼はでもまあ80とかになってもまだ、ね、歌うな。おじいちゃんでもすごいよ、ね、ライブ中全然水分補給も休憩もしない。そうなの、ね、ぶっ通しでぶっ通しでやるんですよ。俺さっきからずっとお茶飲んでる。そうだ、この程度のおしゃべりでさえお茶を飲んでしまうのに。お茶飲んじゃうよ。もう何分も。ホールは2時間立ちっぱ、こっち向きっぱ、歌いっぱ。すごいね。全然へこたれない。へこたれない。すごいね。なんか80歳くらいでね、もうね。もうそうですよ。で、でもそんな感じない。背筋ピンと伸びてるから。確かにね。ランドセルかなっていう。ちっちゃいのね。だって40年ぐらいじゃない ?1940 年ぐらいの生まれで。78とか。すごいよね。すげえ。そのぐらいじゃないかな、今。だって78と80ってもうおばあちゃん、おじいちゃんレベルでしょ。我々のイメージする。我々のおじいちゃん、おばあちゃんがそんな世界飛び回って歌いまくってる。考えたら、それはすごい、うん、すごいよね。ギター、ベース弾きまくってね。ピアノも弾けるし、歌うし、何でもできるあの人。すげえな。そうですね。ぜひあのこのラジオ聴いていたら。ビートルズに興味を持ってくれると。ビートルズ。ビートルズに。ポール・マッカートニー。そう。ぜひ。ポール限定。リンゴスターでもいいですよ。あれでもあれなの。ポールが一番好きなの。僕はジョージですね。ぶっちぎりで。あ、もう俺もぶっちぎりジョージなの。ジョージなんですよ、やっぱり。ジョージはね、死んじゃったんですからね。ホワイルマイギター、ジェントリービーブスとかね。いいですね。いいですよね。ヒアカムザさんとか名曲ですね。名曲ですよ。ジョージ・ハリスン。すげえな。耳コピをね、こう一生懸命したり、もう譜面をね、買っちゃったりとか。ジョージは、いただきね、曲はいい曲書くんだけど、うん、鬼天才が2人いるから。なんでいるから全然出れなかった。声も結構好きだけどな。うん、いいよね。渋めの。いいよ、すげえ、もう尺埋まっちゃったよ。ビートルズだけど、ね。ビートルズの話しかしてないよ。ビートルズとか音楽の話で。僕、こいつを早く開けたくてしょうがないんだよね。そうなんだよね。そうだね。どうする、じゃあ、曲紹介した次の。曲紹介して次の枠で開けましょうか。今、栗原くんちょっと近くのお店で、スーパーでね。クリスマス。クリスマス。特別な、なんか、福袋。詰め合わせ福袋、うん。こういうの久しぶりになんか見た気がする。1700円相当が500円。安いよね。安いね。一目惚れしたね、うん、賞味期限とか切れてんじゃね。標準食べよう。はい、じゃあ曲紹介の、はい、じゃあ次は何ですか。後に行こうと思う。次はですね、今週の1曲の企画に、まあ、今回初めて見た方もいるかもしれないんで、今週の1曲っていうのは、うん、自分がこの1週間で見つけた曲、はい、まあ、紹介しようかなという。毎週曲見つけてるの。結構ね、 YouTube で朝、ああでもね、今ね、音楽で絞ったりどんどん漁るから、それで、うん、この曲好きってなるのがなんかあるから、まあ1週間に1遍ぐらいでも全然いけるでしょうみたいな。なるほどね。あなたへのおすすめとかでも出てくるもんね。そうなので、この1週間でリリースされた新着の曲とかではないです。うん、すごい昔の曲をつい最近俺が見つけることもあるだろうし、例えば赤いリンゴに唇。それを昨日聴いたら今週の曲になるわけでしょ。そういうことでしょ。その戦後の曲で。でもこれいいなって思うか。思うでしょ。ね、うん、俺の感性。でも感性が変わってきたら、もしかしたら今度はね、有楽町で会いましょうみたいな。そう、だからそれもあるかもしれない。うん、あるかもしれない。もしこれを本当に毎週続けたら。急に演歌からみたいな。あるかもしれない。1年後に、俺こいつ今週の1曲演歌かっこなのさ、みたいな。変わるかもしれない。そうだね。その次、お経とか流してるかもしれない。いや、このお経痺れました。今週。すごい意味で。で、その気になる今週の1曲は。あ、今週の1曲はですね、ここに、あ、方角か。方角で、向井太一さん。うん。向井太一さん。向井治ではなくて。治ではなくて。あいつは歌ってねえから。水木でもなくて。うん。太一。カットですね。全部使いますね。
向井太一さん、はい、でブレイクアップという曲です、はい、聞いてみましょう、はい、ぜひお聴きください、どうぞ。